メナード三氏の結婚ゲームは、1976年4月3日から1977年9月25日まで、テレビ朝日系列局で放送された朝日、放送制作のクイズ番組である。メナード化粧品の一社提供。スタート当時は、メナードスターマッチ、三氏の大真面目結婚ゲームという題名で、内容も、男性芸能人と、 女性芸能人が4組のカップルを組んで、クイズ、相性診断や、マルチビジョンを使ったゲームを行い、得点を競い合うというものだった。トップ賞のチームには、即席で結婚式を挙げることができ、そこで行われる、えめくりゲームで、海外旅行をかけたというものだった。開始から半年で、芸能人と組む相手を、一般の視聴者に変更し、海外旅行もハワイ旅行に固定。 日曜日19時枠へと移動した1977年4月10日からは、おまじめを外し、ラストの絵めくりも、じゃんけんに変更するが、結果的に1年半で打ち切りとなった。原則として、ABC ホールでの公開収録だが、年に数回は、地方での公開収録も行われた。まず全チームに、持ち点5点が与えられ、次の3つのゲームに挑戦する。 マルチビジョンマルチビジョンマルチビジョンこうして最終的に一番点数を稼いだチームがもぎ結婚式を挙げられる。なお、衣装は、は、ように種類あるが、どちらかは視聴者が決める。結婚式は、勘主に紛争した三子のもと入場、祝死、三三駆動を行う。それが済んだ後、ハワイ旅行をかけたチャレンジゲームに挑戦する。ありがとうございます。